ザ・ヘディントン・シャークヘディントン・シャークは、イングランドのオックスフォードにある地区、ヘディントンの、ニューハイ・ストリート2番地に位置する、頭から屋根に突っ込んでいるサメを模した、彫刻の俗称。正式名称は、無題1986年。ザ・ヘディントン・シャークが最初に現れたのは、1986年8月9日である。地元のラジオ司会者で未だにこの邸宅を所有している、ビル・ヘインによると、 このサメは、人々が原子力やチェルノブイリ、長崎の原爆といったものに対して抱く無力さや怒り、絶望といった感覚の屋根に穴を開けているのだという。彫刻は、計 203kg、25五ヒート、ガラス繊維強化プラスチック製で、無大1986年と名付けられた。彫刻はさらに、長崎に原爆が落とされてから41周年目に建てられた。 彫刻家のジョン・バックリーにより作られたこのサメは当初論争を巻き起こした。オックスフォード市議会は安全性の観点からサメの彫刻を地面に下ろそうとしたものの建築許可が得られなかった。しかし地元の熱い公園もあり結局この問題は環境省の置かれている中央政府にまで持ち込まれサメがそのまま同一に止まっても良いという許可が下された。ありがとうございます。